ました。チャンした。チャンした。ルミエルの冒険の章、第10章ですね。10章。まだ10や。充電初日です。そうです。ありがとうございます。昨日のセーブは9や、ね。そうです、はい。これが小林。はい、これが足立、はい。これが丸山。はい。なんかゴリゴリされてますね。鼻ほじってましたね。間接的鼻ほじりを。はい、カーハート奥まで、はい。よろしくお願いします。お願いします。初日ね、無事、はい、無事3ステ終わりました。無事に終わりましたね。まあまあ怪我もなくね、うんうん、はい、やったね、はい、今日何やろ、何が一番事件ちゃう、事件な、俺的にはもう夜公演の体感ギリギリすぎ事件、うん、いや事件っていうかさ、最初から事件起こるの分かってたやつやいやちょっとなんテヘペロ事件、いや途中でパッて時計見てこの時間やばくなって衝撃でした、ね、衝撃やった、最後の例で9時35分とかでしょ。なぜこう分かっていたのに止められなかった。うん、濁流のようにはけていきましたよね、皆さん、ね。お客さんに体感時間が。もうだって喋ってる俺もマシンガンも、うん。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたっつって。すごい空気読んでいただいてね。ありがとうございます。バイ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 って感じで。はい。これもうチーム言ってええのかな、しゅんちゃん。いや、言ってる言ってる。あ、まあなんか、まあ、私とね、小林くん、あの一撃はチーム続行なんですけど、去年にやって、はいはい、ただ、出てくる人がちょっとちょいちょい変わってくるんですけど、はいはい、あのね、これ撮ってる川原くんを糾弾してもいいですか。いいでしょ、おおお、糾弾されるやばいな。あのね、やろう、ちょ、川原くん、一撃はチームに去年そんな絡んでなかったんですけど、ちょっと一箇所ね、絡むことになったんやけど、元気ないん。川原さんがね、とぼとぼ歩いてくるんですよ。いや、川原が元気ないとかあんの？なんかね、薄サーモン色の、あの川原くんの前 T シャツ着て、これも、戻すよ、みたいな感じで。川原から元気取ったらもう豆腐みたいなもんやで。いや、豆腐が歩いてくるんですよ。しかも、タイミング悪く歩いてくる。今みたいな。俺も後ろで見てんねんけどさ、うん、3回ぐらい挨拶気づかへんねん。マジで。そうだって豆腐やから、ね、今日の最後の回に関してはごめん、来てんの知っててんけど今かいって思って無視して、私ちょっともうちょっと待ってほしかったみたい な、ね、いやこっちからね、あの正直その前に別のことやって急いで来て、あの椅子でバッて行ってるんで、ノータイムで来てんねん、タイミングが全然わかんないですよ。まあそこはまあしゃあないとしてもですよ、うんうん、元気ゼロ、元気ゼロ、ものすごい低いところのテンションの川原くんがゆるっと来てゆるっと去っていくんやけど、明日から元気になる、いや元気だし、あの ほんまに何すか、その設定をプライベートで忠実にやったバージョンみたいな感じで今やってしまってるんで、いやいや、まあまあまあ、その気持ちは分からんでもないですけど、それを僕は払拭します、明日は。だって今日3回やったでしょ、はい、2回目にむっちゃ元気なくて、うん、終わってからめっちゃ元気なかったですけど、どうしたんですか、いやなんか次はちょっと元気で行ってみるわみたいな感じで、次来たらまた元気なかった。何やねん、修正して、しかも小判に言われた後にどうやらそのタイミングとは別タイミングで私が全く同じダメ出しを川原くんにしてもうさっきめっちゃダメ出されるな、めっちゃダメ出されるなって言われたって、それはされるやろ、元気ないやん、豆腐が歩いてくるんですよ、豆腐野郎ですよ、もうちょっと明日期待し、明日はもう元気ですよ、そら明日、今日は川原これでセーブしておいて、はいはいはい、明日ちょっと続きから冒険するので、そうね、楽しみや、楽しみ、このセーブシステム、あとな、小林さんどうすか、俺の周りはそんなに普通、うん、普通っておかしい、この世にはね、一撃屋チームに、はい、一撃屋の人として出てくる、そうね、はい、まあ、俺はね、一番最初に出てくるんで、そう、ね、うん、割とローテンション目から入るんやけど、うん、でもほんまちょっと去年とかは、うん、あの高度すぎたことしてたなと思って、うん、ほう、え、いや、その丸山さんが一撃屋チームの、うん、こう劇団員を紹介していきますみたいな体で進んでいって、うん、ほんで一番最初に出会うのが丸山さんやった、あのルミエルホールで働いてる部下の丸山さんやって言って、あの劇団員じゃない体で接するっていう、しかもその後に全く同じ風貌の丸山さんを劇団員の丸山さんとして扱ったり、だからね、もうむちゃくちゃそれはむずいですね、今年はもうね、そんな簡単なロジックにやっと気づいて、優しさ、我々、はい、気づけました、やりました、ね、あれ雨や、雨降ってきましたね、じゃ丸山さん、ありがとうございます、これはやばすぎる、マジでございます、これね、これほんまね、怖い、いや、ちょっとあの動画見てる皆さん分かんないですけど、マジで今雨降ってきたんですよ、丸山さんのね、もう iPad 広げたくない、これ丸山さん、雨神として異常やと思う、すごいね、これはあかん
まあまあちょっとあのちゃんとした話すると明日もねチケットあるらしいんで、ありますね、あのお時間ある方はちょっと1時間半以内ぐらいの冒険に門真まで来ていただけましたら、特に13時と16時、はい、16時がすごいあるんですね、まあ、小1時間は歩きますけどね、めっちゃ楽しいんでね、ちょっと雨が雨が終わりましょう、セーブしよう、ありがとうございました、ありがとうございました。